朝からマンゴーのシュガーをゼロシュガーを飲んでます。で寝坊しました。急いで今からメイクします。今日はジェイソンのおじいちゃまとおばあちゃまがあの子供たち見てくれる日なので、金曜日は毎週そうやってやってもらってるんだけど、遠いのよ住んでるところが。全く逆なの、うちの私の仕事先がこっちに行って、でこうやって行かなきゃいけないの仕事に。だからちょっと時間かかるんだ。だから急いでちょっとメイクします。これ使ってんのよ、ローズウォーター。全然顔にかかんなかった。あとはなんかエッセンシャルオイルみたいのを、髪が濡れてるうちにこうやってやるの。そしたら髪が乾いた時にすっごいいい匂いがするの。じゃあ急いでメイクします。ブルー、髪の毛終わらす時間がなくてすっごい超ここくるってなって、ここすごいストレート。やばい、もう行かなきゃ。 OK, let's go guys. Teddy, rain boots please. It's raining. Florence, rain boots. Oh my god, oh my god, oh my god. 携帯忘れた。もう忘れ物がひどすぎて本当に笑ってる場合じゃない。もう本当にでも携帯とかいつも忘れてるし。がちょうど鳴ってたから、あすごいお腹が空いてて、マクドナルドに行きたいの、おばあちゃん家に。けどそんなことしたら遅刻するかもしれない。遅刻したくない。思ったより今日寒いし、しかもなんか雨降ってないけど降ってたっぽくて、すごいなんか濡れてるし、あ帽子が頭に。マクドナルド多分いけそう。メガネ忘れた、最悪。なんか最近朝起きれないんだけど、寒いからかな。朝とか私結構あのちゃんと起きる方だったんだよね、ちょっと前は。最近は全然起きない、時間が全然余裕なくて。ちなみに今日テディ君のあのオンラインのコンピューターのあの学校のやつ今日で最後らしいよ。で月曜日から毎日学校に通うことになってます。マスクはしなきゃいけないのね。えマックこういう時に限ってすごい混んでるんだけど、意味わかんない。あお金が何もなかった、最悪。ジェイソンに1万円詐欺られて返してって言ったの。そしたら本当はお金の亡者だよねみたいな言われ方をして、お金の亡者じゃないし、お金盗んどいて何それ。13ドルしかないんだけど。朝からマクドナルドで19ドル使っちゃった、恥ずかしいんだけど。はい、Thank you. All right. Yeah. Where do you want me to park? ね、こんなに待った上に、しかも食べ物がまだ準備できてないからちょっと待っててくださいって言われた。Yo, そんな時間ないんだけど。ストローくれなかった。あそこに泊まってくださいって言われた。泊まりに来たら隣のね車にね人がまだいてね、なんか泣いてんのか知らないけど悲しそうに見えて、なんか目が合っちゃって、したら窓こうやってゆっくり閉められた向こう。感じ悪い。えマジカップ入れるところだね。ねカップホルダーが全部待ってて、これもブログ楽しいな、久しぶりに。なんか思ったことを口にできて、何のためらいもなく楽しい。心の健康にこれいいかもしれない。はい。時々あのほらプレッシャーなんだよね、意外にも。本当に YouTube ってやっぱ YouTube 入れたくないなって思う時はあるの。けどやっぱ久しぶりにやると、まあなんか楽しいよね。こうやって一人で喋ってんの、一人で喋ってんの。これさ食べないからさ、どうして食べないのって聞いたら、マクドナルドドッグするのだから取っておくのって。
家からここまで多分車で20分くらいかな。でこっから仕事場まで30分くらいかかるから、結構金曜日の朝は忙しいかな。電話をかけなきゃいけなくて、それをやってるところで、本当は休憩30分取りたくないんで、やることが多いから。けどちょっと今日は電話しなきゃいけないので、今電話してます。はい。これなんかオンラインで見て、オンラインでね、見たのよ、インスタグラムで。隣のお店がねあって頼んだんだけど、全然美味しくなくてびっくりした。ね、マンゴースムージーとなんかチェリーローズシロップとか言って、すごい美味しそうと思って、全然美味しくなかったです。お疲れ様です。ナイフ。金曜日だからちょっと忙しかったけど、今日はちょっと忙しかったな。閉店した後もなんかオーダーとかあったし、けど今からお家に帰ります。こんなにたくさん食べ物って帰っていいよって言ってくれた。土曜日お店休みなんだけど、明日来てって言われた。他のお店のお兄さんの3歳の女の子がバースデーパーティーやってるから、なんかスムージーだけ作りに来てくださいって言われた。もしかしたらいいかもしれないけど、ちょっとやることが溜まってるから本当は無理ですって言いたかったんだけど、まあいいや。はい。一個でもちょっとありえないなと思ったのは、もう一人の女の子がいるじゃん、働いてる子が、ご飯、店長のご厚意フォー1個分一人分だったら無料で食べていいんだ、うちの店で。その女の子は作り方わかんないから、その子作り方とか慣れてないから私は作ってあげるわけ。別にそれはいいんだけど、何食べるって聞いて、そしたらこれとこれとあれとあれとエクストラヌードル麺多めでって言われた。別にいいんだけど、麺多め作ってあげたので、休憩が終わったのよ。そしてあいつ残してやがるんだ、麺を。ちょっとそれは良くないんじゃないかなと思ったんだよねその子携帯いじるとかもちょっと激しくて、別にいいんだけど、あんまり良くないじゃん携帯とか。はい、とりあえずお家に帰るわ。また道に迷わないようにカメラ切ります。バイ。あとはそうだ、聞いて、なんか基本的には何着てもいいし、まあ、帽子はかぶってなきゃいけないんだけど、ピアスとか別にしてていいしみたいな。そんで音楽とかも何聞いてもいいしみたいな感じなんだけど、スピッツが流れてきたよ。プレイリストでライクしてあるやつの音楽のプレイリストで勝手に音楽流れてきた。そしたらね、働いてるね、もう一人は女の子とオーナーのフィアンセのねボスがね、これいいっつった。スピッツ何これって言われて、スピッツでやっと仕上げたんだけど、したら検索して保存してたよ。スピッツのロビンソン。電池切れそうだから充電してたんだけど、とりあえず何もらったか見せるね。余ったお肉です。まずこれはなんかあんまり美味しくない、なんかミートボール。今日忙しくてよかった。本当に暇すぎて、うちの店不安なのよ。ドキドキ。これはなんか店長が作ってくれた春巻き、生春巻きなんだけど、でこれはクロナッツっていうクロワッサンとのドーナッツで半分しか残ってないんだけど、本当はもう一個こうなって一個で売ってるんだけど、そう、美味しいんだよこれ意外と。なんか斬新だなと思ってなんか食べたくなるけど、そんなに美味しくはないんだよね正直。うん、あとは余ったタピオカ。
で、1日以上持たないんだよね。なんかもしタピオカの上手な保存方法の資格知ってる人がいたら教えてほしいです。で、それ以外は一応これがあのうちのフォーの何スープじゃん、野菜スープなんだと、あとこれ余ったやつで、あやべ、なんか最悪、なんかこれがうちで売ってるフォーなんだ。これはチキンフォーの野菜入りみたいな、美味しいよ普通に。あ、なんか汁入ってんじゃん。多分これ間違えて作っちゃったらしくて、あのくれたんだけど、これはちょっとこの時間に食べる気にはなれない。じゃあ今日はちょっとお風呂に入ってから寝ます。おやすみ、また明日食べます。はい、じゃあおやすみなさい。Monday ago, okay. She's choking me.